はい、こんにちは、えー。今回はですね、あの、リサランドール。リサランドールってあの、女性の物理学者がいまして、日本にも来日してますね、何回か。えー、この人はですね、あの、五次元。五次元が存在するっていうことをですね、あの、一生懸命ですね、あの、証明しようとして、あの、物理学を研究してますね。で、このリサランドールと法華経の関係ですね。はい。 明音菩薩の世界はどこにあるのか明音菩薩はどこに住んでいるのかっていう、このリサランドールのですね、5次元に対するですね、あの、存在の説明の仕方をですね、使うと、明音菩薩の住んでいる、えー、仏国土ですね、これがどこにあるのかっていうのをですね、ある程度説明できるんですよ。まあ、リサランドールに合わせるとですね、今、5次元世界っていうのは、えー、まあ、前にも話しましたよね。どん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 、あの、我々の、この3次元世界っていうのは、 みんな物質でできてますね。で、物質っていうのは元素でできてると。で、私の体も元素でできてると。それで、この地球の表面も元素でできてると。で、元素ってのは中がスカスカでかかさパサパサなんですよ。中がスカスカなんですよ。ですから私の体もこの地球も実はほとんど99%真空の状態なんですよ。それがなんでこうふわっとこう混ざり合わないのかっていうと、それは電磁気力があって、お互いをこう、プラスとプラスを弾く性質があるんで、 えー、こう混ざり合わないでいられると。そのおかげで、えー、あれですね、別々なあなたと私とか本とか彫刻とか机とか地球っていうのは全部こう一緒にこう混ざり合わないで、この電磁気とおかげで別々な相対的な関係を持つことができますと。それで本を書くとそれを印刷して、原稿を書くとそれを印刷して本にしたりしてそれを読むことによって知識や情報として人間が え、それを吸収して考えて、そしてこの世界はなんでできているんだろうビッグマンはーなんで起こったんだろうなんて考える仕組みがちゃんとできているんですよ。はい。で、まあ、5次元ですね。ですけど我々3次元の存在、この五感ですね。で見ると5次元って目に見えませんよね。我々が見えるのはあくまでもこう視覚で捉えられる世界。触覚触ったりとか、聞いたり、喋ったりする情報だけですよね。 ですけど、五次元っていうのも確実存在していて、それはリサランドールに合わせると、どん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 この元素がですね、さらにあの、トップコークソリューシーになると。そうすると、どん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 精妙な状態になると。で、前も言いましたけど、それが最も精妙な状態になった時に、逆に全体を含んでしまうと。そうするとも、大きさも、時間も空間も関係ない空っていう状態になってしまうと。だけど、そこに行く途中にまたですね、 ギリギリこう小さくなってる、あの空になる直前ぐらいの状況があるんですよ。その状態がですね、5次元、6次元、7次元で、この状態っていうのは、えー、肉体を持っていてもよく、心眼で見ることができる。霊能者ってよく見ますよね。霊能者とか。あと、スウェンデンボルグとか、えー、あと、その、火付け神事とか、あと、旧約聖書とかの表現を 読んでいくと、五次元の存在っていうのは証明されてますね。ですから、リサランドールが言うように、五次元っていうのは、こう小さくなって、この次元に織り込まれてるって言うんですよ。その小ささっていうのは、まあ、ギリギリ、空、空にはいかないけれども、三、えー、次元をこう含んでしまってる。五次元の中に、小さく織り込まれてると同時に、パッと全体にも広がってて、その中にたくさんの三次元がこう、入っちゃってる状態なんですよ。 これまだ天正林業の世界で5次元、6次元、7次元ですね。でまあ、6次元ぐらいのテクノロジーになると、その、えー、空間の中に織り込まれているいろんな3次元があって、いろんなバージョンの3次元があって、地球も無限のバージョンがあって、そこにこう行くことができますよね。それを3次元空間から見ると、なる突然空間から宇宙エンマが出てきて、こんな自由関係なく飛び回って、で、ボンと降りてきて、変な形した宇宙人が降りてくるみたいな。なんだ、あいつら誰だとか、どっから来るんだって見るけど、あ,あいなはみんな5、6次元ぐらいから来るんですよ。 で、その世界っていうのは五感では見えないけど、鈍感な人にとってはそんな世界は存在するわけないじゃないかって言ってもう死んだらそれ終わりなんだっていう。三次元が終わって死ぬとその五次元に、えー、精神が吸収されるけど、五次元、六次元ってのはあくまで視覚によって捉える世界と。で、意思疎通もある種のテレパシーや、えー、五感によってすると見るビジュ、ビジュアル的に見るものもあるとで。ですけど下脱すると今度完全にも何もない。 時間も空間もない真空の状態に戻ると。その状態を解説しているのはこの補欠経なんですよ。で、その下脱したもうビジュアル的にも捉えられない5次元、6次元、7次元を超えたその世界ですね。ただ速さとかもう移動とか距離とか過去とか未来っていうものは一応5次元にもあるんですよ。6次元、7次元なあるんですよ。量子力学的世界ですね。空を飛んだり、自由自在に過去の地球に行ったり、未来の どっかの惑星に行ったりとか、それももうなくなってしまった世界っていうのは下脱した、まあ、くじげ上の世界ですね。ですけど、物理学では九次元にも一応空間的な分離してる世界はあるっていうふうに一応言われてるんですよ。理論的に。その、それをお釈迦様は仏国土って言うんですよ。九次元は仏国土であると。で、その一つの仏国土にいるのは、えー、明菩薩で、で、明菩薩が住んでる仏国土っていうのは、 思考が来の仏国土で、あるとでこれが九次元的な視点で、その仏国度っていうのは、十、えー、次元的に行くと、その十次元は、えー、量子力学で言うと、えー、弱い相互作用で繋がり合ってる世界であると。これはもう形にもならないけども、視覚も電を取られることも認識することもできないけど、弱い相互作用で何らかの別々な空間的な意思を持った世界が、 紐的なつながり紐読んでと紐的な結ばれ方あるいは、えー、弱い相互作用えー、あるいはお釈迦様に言わせると、えー、融通無限につながり合った世界がさらに、融通無限につながり合っている無限奥度の集合体であると。これは弱い相互作用でつながっている世界であって、そして、えー、紐的な結ばれ方していると。これを融通無限な世界は無限につながり合って世界だと。 で、これが十次元であると。で、十一次元に行くと、まあ、十次元でいいかな、今回は。明菩薩さ,さんで。で、お釈迦様は明菩薩尊の最初でですね、あの、未見美白鉱石が光を出しました。この光ってのは別に光ったわけじゃないです。H ってことですね。お釈迦様は認識したってことで、その認識した世界ってのは十次元のこの紐的なつながり、融通無限につながり合った無限の仏国度。そして、それを超えた向こうに上下主公寺になる仏国度があって、そこに明菩薩さ,さんがいると。 で、一つの仏国道をビジュアル的に唱えた場合、それは九次元になると。で、そこの九次元とですね、に住む明菩薩と、えー、お釈迦様が、の眉間から光った光が合致したと。そうしたところ、明菩薩は、えぇ、ー、う音物からさらにその昔に自分は儒教をもらって、今まで何度も他の三次元に生まれ変わっては、現実世四神三漫の力で、法華経を学んでは広めていたんですけど、今回は明菩薩は、 このサハ世界に来ましたと。はい。で、妙菩薩はこのように言いましたね。はい。